駅前駅周辺を映した航空写真。画像中央が河原駅。画面の北東から駅を通り、南西に伸びる路線が北彦山線。駅から西に伸びるのが日本セメント専用線。国土交通省国土画像情報をもとに、作成河原駅は福岡県田川郡河原町大和河原にある九州旅客鉄道北彦山線の駅である。駅番号は、 11、かつては、添田線が接続していた。朝に、田川五島寺方面から当駅を理解しの列車が設定されている。短式ホーム2面2線を有する地上駅。かつては2面3線であったが、抽選が撤去されている。無人駅。かつては、JR 九州鉄道営業が、駅業務を行う、業務委託駅で、ポスト端末が設置されていた。 自動券売機が設置されている。現在、かつての駅事務所に、河原町観光協会の事務所が入っている。河原駅では、開業時から国鉄分割民営化前の1986年まで、貨物営業を行っていた。また、駅には、日本セメントの専用線が接続していた。1935年6月、駅の西に浅野セメントの河原工場が建設され、 創業を開始した。専用船の付設時期は不明だが、1951年8月に、バラズミセメントの専用貨車を用いたセメント輸送が、日本セメント、文字工場との間で開始された。さらに、1955年11月には、東国内機との間でもセメント輸送が開始された。専用船では、D51 系蒸気機関車や DD51 系、 ディーゼル機関車が乗り入れて、補機3500系貨車などの貨車を牽引していた。駅の貨物取扱量は1979年をピークに徐々に減少。1986年10月3日限りで、日本セメント専用船からの貨物輸送は廃止された。なお、河原工場は2004年に閉鎖されている。河原町の南西部の中心市街地に位置する。駅の 約150メートル北西を国道322号が約400メートル北西を国道201号が北彦山線に並行する形で通り国道201号の隣を近辺側が流れている駅前にタクシーが1台程度待機しており自家用車用の駐車場もある九州旅客鉄道時北彦山線 快速石原町駅河原駅一本松駅、普通イ道所駅河原駅、一本松駅日本国有鉄道添田線、河原駅から上、伊田駅 ABCDEF、週刊 JR 全駅、全車両基地第07号、朝日新聞出版、2012年9月23日、26ページ。ABCDEF、停車場変遷大辞典、国鉄、JR 編二 j t b 1998年、ABCD、停車場変遷大辞典、国鉄、JR 編 1JTB、1998年、JR 河原駅を、全焼、1915年開業、資料館へ改装中。西日本新聞、P26、95年9月に消失した JR、北彦山線河原駅の新駅舎が完成、福岡県、毎日新聞、 P1ABCDE 宮脇俊造編鉄道配線跡を歩く 10JTB 2003年ありがとうございます